めちゃくちゃ綺麗な色じゃないですか。お疲れ様です。ジョーちゃんの大倉です。このチャンネルでは明日使えるかもしれない農林水産物豆知識を紹介し、一緒に農林水産物マスターになっていこうというチャンネルです。今回なんですけども、やりたいことがございまして、こちら。ということで、デケビンと梅をね、用意しました。で、この2つで何をしたいかというとですね、梅シロップを作っていきたいなと思うんですけど、普通に梅シロップ作るんじゃ面白くないじゃないですか。で、今回ね、注目してほしいのは、この、こっち、梅なんですよ。これはですね、果肉まで赤い梅でして、めっちゃ赤い。すご。この梅を使ってですね、今回は赤い梅シロップを作っていきたいと思います。普通、梅シロップって大体その青色の梅を使うんで、オレンジっぽかったりとかすると思うんですけれど、初めてこの品種を知った時めちゃくちゃ感動しまして、ぜひ動画にしたいなと思ってたんですけど、まさか叶うと思ってなくてですね。ここで補足説明です。普通、梅酒や梅シロップを作る場合は青梅を使うことが多いです。完熟の梅を使うと発酵が早かったり実が潰れて色が濁ってしまったりしやすいという理由が挙げられるんですけれど、完熟梅の方が甘みの強いものができやすいのも特徴です。で、今回使っている果肉まで赤い梅ですが、梅雨茜という品種を使っています。梅とスモモを掛け合わせて作られた品種です。で、今回冷凍梅を作っているんですけれど、冷凍梅を使うと普通常 2,3 週間かかる梅シロップがですね、1週間ぐらいの短い期間で作れるっていう裏技があるらしく、今回試してみたところです。で、ちなみにこれは梅酒でも応用が効くみたいです。で、まあやっぱりちゃんと長い時間をかけて作った方が美味しいみたいなんですけれど、まあもう一つ冷凍梅を使った理由があってですね、梅の出回り時期がだいたい6月あたりなんで、青梅を仕入れるには少し時期が逸れてしまってるんですよ。なので、まあこの動画を見たタイミングでも皆さんが作れるようにという気持ちも込めて冷凍梅で作っています。で、さらにお伝えしておくと、本当は梅を瓶に入れる前にですね、ヘタを取ったりする作業があるんですけれど、今回は処理済みのものを使っていますので、実際作業される方はお忘れないようにしてください。補足説明おしまいです。せっかくなんでね、これを梅ジュースにしていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。ということで、今回は赤い梅を使った赤い梅シロップを作って優勝していくことにするわね。やだこの梅さすという茶番を置いといて、ここからは一般男性が梅シロップの下準備をして優勝する動画を流しながら作り方の手順を紹介していきます。開かねえんすけど、開かねえんすけど、マジで開かねえんすけど、開いたわ。もうめっちゃいい匂いするんだけど。こういう時に綺麗な映像撮れたらめっちゃいいんだろうな。さあ、ということで戻ってきました。で、こんな感じで砂糖と梅をですね、交互に重ねていって、ちょっと薄すぎてあれなんですけれど、まあ、こうやって入れておくとですね、だんだんと日が経つにつれて、まあ、ここ下の方にね、砂糖と梅の果汁が一緒になったシロップがどんどんと下に落ちてくるという感じになってます。で、まあ、ちょっとね、もう少し出てきてるんですよね。こんな感じでちょっと出てきてるんですよね。これをですね、今からだいたい1週間から10日間ぐらい、冷蔵しておくことで、だんだんとシロップみたいなものが出てくるんで、それを最後処理して完成っていう感じになっています。まあ、これが完成するのがだいたい1週間後になるので、まあ、1週間後目処にね、どんな感じになっていくかっていうのを経過観察しながらね、見ていこうと思いますので、まあ、最後まで見ていってほしいかなと思います。うん。じゃあ、
何わからんわからん、締め方がわからん。はいどうも、休日のきゅ、はいどうも、ちわちゃんです。2日目なんですけれど、これなんかすごくないですか。めっちゃ赤いんすよ、やっぱシロップが。動かないけど、ドロドロで大丈夫で、なんか、これ量も明らか減ってますよね、ここ。絶対ぎっしり詰まってたんですけど、喉ガラガラだな。ちゅうことで、まあ、これをね、またしばらくあと、6日間置いておくんですけど、なんかすっごい楽しみになってきましたね。やばいよ、やばいよ、これやばくない？やばいってマジ。はい、3日目のちゅうちゃんオクラです。これ、めっちゃシロップできました。すごいなんか、すげえ普通に嬉しいんだよ。純粋になんか楽しんじゃってる、これ。こんな感じで、やっぱすっごい赤い気がしますね。まあ、二日目の時もちょっと言ったんですけど、やっぱり梅が、なんか、梅と砂糖が溶け合ってかしんないですけど、だいぶ傘が減りましたね。これ三日目でこれなんだったら、なんかすぐできちゃいそうな気がするんですけど、いや、完成、ほんと楽しみだな、これ。ってな感じで、なんか本当は、こんなに一日おきに撮るつもりはなかったんですけど、じゃあ初めて、梅シロップ作るんで、こんなに一気に進むと思ってなくて、ついつい撮っちゃいました。ということで、またしばらく置いていきたいと思います。はい、お疲れ様です。4日目です。こんな感じでシロップがいっぱいになってきたら、まあいい感じにね、揺すって、中の梅全体が浸かるようにしてあげてくれればいいと思います。うん、なんか、いい感じだね。お疲れ様です。1日飛んで6日目です。こんな感じで全体的にね、割と浸かるようになってきました。これをですね、あと1日置いてですね、処理していきたいなと思ってます。お疲れ様です。7日目です。ついにですね、この待ちに待った7日目が来たわけなんですけれども、あとですね、熱殺菌する処理が残ってますので、それをやっていこうかなと思います。なんか緊張しますね。はい、ついに完成しました。ただこのものをですね、実際に見せられてないので、まあ、今からちょっとお見せしていこうと思うんですけれど、こんな感じですね。白い器に入れてもですね、結構濃くてですね、赤色というよりはもうなんかワインみたいな色になっちゃってますけど、こんな感じで出来上がりました。でですね、これをですね、早速炭酸水で割ってね、今回は飲んでいきたいと思います。もう一週間って、まあその、仕事しながらだと割とあっという間なとこあるんですけれど、まあこうやってですね、毎日毎日、作業をして待ち置いているものがあるとですね、意外と意外と長く感じてしまうもので、じゃあ早速飲んでみましょうか。いきます。おぉ。ちょっとドロッとしてますけど、これ大丈夫なんでしょうか。こんな感じで、おお、めっちゃこぼれてきた。やばい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 、大惨事になるこれ。ああ、岩が悪すぎる。投入。だいたい1対3ぐらいがいいって聞きましたけどね。こんなもんかな。さあ、これもしかしてミスってる？大丈夫かな。なんかすごい溶けない。あれ、砂糖多すぎた。これ砂糖多すぎたかもしれない。ちょっと頑張って混ぜますわ。なんかもうちょっといい感じに映えてくれるかと思ってたので、
映えるというか、もうちょっといい感じになってくれると思ったんですけど、砂糖が多すぎたっすかね、これ。そりゃ炭酸水に入れたら、この砂糖は固まりますよね。ああ、めっちゃ垂れてる。やばい。はい、というわけでですね、ちょっと悪戦苦闘の結果ですね、こんな感じになりました。めちゃくちゃ綺麗な色じゃないですか。これ本当に梅だけでやってますからね。失敗してしまった感があるところが悲しいところなんですけれど、まあ、早速ちょっと失敗してしまった感があるのが悲しいところなんですけれども、まあ、早速いただいていきたいかなと思います。うん、しっかりですね、梅の風味、いや食レポ下手すぎんだよな。なんて言ったらいいんだよねこれ。普通の梅ジュースとか梅シロップよりやっぱりその甘みが強いです。まあ砂糖の量の問題ももちろんあると思うんですけれど、酸味がバッてくるというよりも、甘みの中にそのすごいフルーティーな酸味が後からグッてくる感じですね。なんで、まあ、その何だろう、梅酒はそうでもないかもしれないですけれど、梅シロップとか、まあ、そういうのって結構その梅味が強かったりし、ちょっと苦手だなみたいな人もいるかもしれないんですけれど、これ結構ですね、なんだろう、本当にフルーツのジュースを飲んでるっていう気持ちになる感じですね。でしかもこんな赤い綺麗な色が出るっていうところで、作ってみても面白いですし、まあ、見栄えもかなりいいんでね、まあ、ちょっとやってみてほしいかなと思います。で、まあ、ちょっと今回その、まあ、砂糖が溶き切らずにですね、それをなんとか火にかけて処理する方法があるっていうのを見かけたんで、まあ、それを真似てですね、まあ、やってみたんですけれども、やっぱりちょっとドロドロすぎるものになってしまったので、もうちょっと後日ね、リベンジじゃないですけれど、まあ、これよりね、綺麗にできた梅シロップ、梅ジュースをですね、お届けできたらいいかなと思ってます。はい、リベンジということで、ちゃんとさらに時間をかけてじっくり作ってきましたので、こちらをね、飲んでいこうと思います。いや本当に最初は失敗してしまい申し訳ありませんでした。ちょっともったいないなという方もいらっしゃると思うんですけれど、まあ、ちゃんと他の方法で使って消費しますので、何卒お願いします。で、完成したものここに置いてあるんですけれど、ご友人よりこんな感じのグラスをいただきまして、クラゲちゃんが描いてるんですよ。可愛くないですか。そんな入ったところに何の動画かわかんないんですけど。でですね、これをまたね、通例通りというか、1対3で割っていきたいと思います。なあ、開かない。おう、いいよ。実は最近スマホを破壊しちゃいました。ちょっとカメラが新しくなって綺麗になったんですけど。もうすでにめちゃくちゃいい匂いしてるんですけど、これにね、炭酸水注いでいくよ。いや、さすがにうまくいった。いいね。反省を生かして作った梅ジュース、赤梅ジュース、めちゃくちゃ綺麗にできて、めちゃくちゃ嬉しいんですけれど、ね、長い時間かかりました。早速いただきたいと思います。パソコンがめっちゃうまいっす。梅味は強くなりました。ただその梅味っていうのがやっぱりそのフルーツ感が強い、まあ、スモモと掛け合わされた品種っていうだけあって、なんかね、酸味以上になんか綺麗な甘み、スッと入ってくる甘みがあって、なんか上の方ではちゃんと甘い味なんですけど、下の方ですごい酸っぱい感じが入ってて、
間かけた甲斐があったなと本当に思いました。何事にもじっくり丁寧にやっていかないといけないなっていうのは思いました。何の話ですか。はい、というわけで今回、すごい長い動画になっちゃったかなと思うんですけど、最終的にねこんな綺麗なジュースができました。皆さんが気になってもらえるようなものをたくさん紹介していきますので、ぜひやってみたいなと思ったことはどんどんチャレンジしていってほしいかなと思います。ちょっと私もチャレンジの結果失敗はしましたけど、失敗は誰にもありますし、自分で言ったらダメなんですけど、まあ何事もね楽しんでやってみようっていうところでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、また次回。